laps that are mine wasted. Took the red, I said you can't erase it, but I'm always showing up. Every time you break down. Let's go. ちょっとひどくない？バハマへゴー。まさかのリトルマーメイドがあります。そしてマイルズとフライトになるのは久々で嬉しいです。バハマに行きます。今フロリダに着いてバハマエアというエアラインに乗ってついにバハマに着きます。深夜便がさ2回乗り換えのしかなくて、ヒューストン、ここはフロリダのどこかで次バハマ。プロペラキアンバハマに着きました。これが空港。あれカールやばい、スーツ着てんの、なんか旗持ってるカールです。バハマは日本の古いタクシーがこう使われてるらしくて、右ハンドルなの。やばい。It's usually the left hand side, right? Yeah. バハマのコンビニでバハマ産のココナッツウォーターを買ってみたんだけど、後で飲んでみるね。可愛すぎ。このパルプ、果肉が入ってるんだけど、ビタココとかよりちょっと甘くて、甘い。好きな人は好きだけど、ビタココのが私は好き。Passed her around and everybody give her hugs and kisses and. It's cool English. Wow. Yeah, that's cool. They asked her to say yes. Yeah, sir. It sounds like you guys speak Tagalog or something. I saw the 友達に電話してバハマイングリッシュを披露してくれる。すごくピースフルなパイレーツマイルズ、めっちゃ絵になるよ。後ろがお魚どこ？わあ、絵になるな。レストランにディナーをしに来ました。パイシーズというかわいい、なんか映画とかに出てきそうな感じ。めっちゃ可愛いんだけどしょうもな。ビーチだ。サンドイッチとココナッツシュリンプとスナッパータイですね。いただきまーす。もう台風が来ますよ。めっちゃ雨降ってきたバハマのスーパーはもうアメリカと一緒だね。ほぼほぼたまにちょっと違うのもあるけど、基本的にはアメリカと一緒って感じ。無事に嵐が過ぎ去ったんですが、もうこっち来てからなんか、ね、ずっと寝てる感じする。超眠くなる島なんで、もう買ったものもほぼアメリカのものだけです。It is Bahamian. Bahama-san, Bahamaのビールを飲んでいます。雨も止んで、日が出て最高です。来た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 。あー、落ちちゃった。取った後。取れたよ。ほら。あー、かわいそう。返してあげよう。ごめんね。かわいいクラゲ、ちっちゃい、きれい。これもバヘミアンブリュワリー、ハイロックってやつ、バハマのビール。うん。ちょっとビターな感じで美味しいです。今ガソスタのお店に行ったらずっとチャイニーズマミー、チャイニーズマミーってもうみんな陽気です、こっちの人ね。みんな陽気だよね。バハマズグンベイパンチ、かわいい、パッケージはかわいいんだけど色もやばいし、フルーツパンチみたいな感じらしいんだけど、いただきますね。着色料の味する。飲んでみる。パイナップル美味しい、美味しい。あなた好きそう。He likes it. Stone crab. なんかちょっとファンシー。あ、すごい素敵なことしてる。素敵なビーチ沿いのレストランでカクテルを飲んでます。マイルズ、何飲んでるの？ Gully Wash。 Gully Wash。 Gin, coconut water, cream of coconut。 どうですか？美味しい。私は Aperol Spritz。 ヨーロッパの女たちがだって女の子めっちゃ飲んでて、可愛い女が飲む夏の酒というわけでカクテルを飲んで、フィッシュフライという毎週水曜日にやってるなんかお祭り的なやつに来てみました。おはようございます。今日はバハマ最終日、明日の朝帰るので今日で最後なんだけど、有名な豚と泳ぐやつをやりたくて今この島で探してもらってます。でね、最近土入りのカラコン入れてるんですが、スカンディのヘーゼル、オーレンズのやつです。レッツゴー。こんな感じで、上はアーバンで買った、マイルズが一生懸命撮ってくれたやつです。スカートはギマグアスです。リップをつけちゃいました。昨日、今日、リップ。水じゃなくてリップ。豚と泳げるビーチに連れてきてもらいました。本当に泳げるのでしょうか。予約もせずに来ました。ついに豚と泳げると思ったら、今日は波が強すぎて泳ぐのはできないんだ。だから豚とミートアップ、ミーグリ、豚ちゃんとミーグリします。トリートもらいました。大丈夫だよ。というわけで、豚は私が規制を上げすぎて豚を怖がらせちゃったんじゃないかと。可愛かったけどおしっこかけられた。すごいなんかここはボイリングホールっていう泳げるところなんだけど、今もうこの台風のせいですんごい汚くなっちゃってて、ここにはしごがあって海なんだけど泳げるみたい。バハマではもう、なんか移動のたびに眠ってるぐらい眠くて、ずっと寝てる。夜も寝てるのに。今からプールでちょっと遊んで、どうするんだろうね。今日夜ズームのミーティングがあるから、それまでなんか最終日なんで楽しんでいきたいと思います。バス停が本当に可愛い。見えましたかね。バス停がマジで可愛い、世界一可愛いバス停って感じ。全部ああいう風にペイント、同じ色でペイントされてて、なんか特に理由はなさそうだったよね。なんでカラフルなのって聞いたら、好きな色をピックしてるんだよみたいな感じでしたけど、このねサンズっていうドリンクがめっちゃ美味しい。これお酒なんだけど、それ言ったっけ、 2.5% とかしか入ってなくて、すんごく美味しい。バハマのプールで泳いでます。ゲコちゃん、かわいいかわいいゲコちゃんです。ヤモリちゃん、あ、すごい屋根を張ってる。かわいい。手がかわいいよ、君。フライングフィッシュというご飯屋さんに来たんだけど、雨のせいで外やってないんだけど、外めっちゃ素敵。最終日カラマリですってだって揚げ物ばっかりだったんだ。ロブスター天ぷらロール、あ、チーズバーガー、スイスバーガー。最後の朝です。曇っちゃうかな。もう私たちは今日旅立ちます。ロスに戻ります。こちらがフリーポートのエアポート、空港でございます。すごくちっちゃいし、バゲージレーンとかもないの。というわけで私たちのバハマ旅が終わります。ほぼ2日間ぐらい、 2.5 日だったんだけど、フリーポートっていう何にもない島でそう台風が来ちゃったので天気が悪かったんだけど、もうちょっと晴れてたらね違かったのかなって感じなんですが、楽しめました。でも顔の日焼けとシミが本当にひどすぎてやばいんですけど、そんな感じでロスに戻ります。 LA Vlog もこの後かな、お楽しみに。バイバーイ。